したやつです。焼きそばの話。焼きそばって皆さんどうやって作られます？私もね、ちゃんと焼きそばが作れなかったんですよ。で、以前、友達のね、藤原氏が遊びに来た時に、焼きそば作ってあげるよって、ね、おー、焼きそばがうまそうだな、ぜひお願いしますよ。彼が焼きそば作ってくれたんですけど、これね、カルチャーショックというか、なるほどと勉強になりました。まずね、美味しい野菜炒めが作れないことには美味しい焼きそばは作れない。なるほどね。まず最初にね、野菜炒め作っちゃうんですよ。野菜だけを炒める。きちっと火を通してね、塩コショウして、そのまま野菜を炒めたものだけ食べても美味しい野菜炒めを作る。で、それは野菜炒めができたらお皿に移して のっけとくわけですよ。そこで今度そばを焼くわけです。これ私ね、藤原くんに教わるまでは野菜炒め、野菜を火通してからね、そこにそばを入れて、そばが炒まんないな、火が通らないなと思ってたんですよ。でしょうがないから水入れるでしょ。で、温度上げたいから蓋するでしょ。で、おそらくね、タケちゃん、チャボくんが作ってたのは焼きそばじゃなくて蒸しそばだよって。確かにそうだな。野菜炒めと焼きそばを作って、まずはね、その2つを和えるんですよ。両方混ぜて火にかける。そうすると両方火が通ってるわけです、確実にね。そうすると美味しい焼きそばに美味しい野菜炒めが入った美味しい焼きそばができるんです。ちゃんとこういうのがついたね。これはね、美味しい。私が作っても美味しい。でも、習わなかったら永久にその発想にたどり着かなかった。それ70歳になってね、思いつくかもしれないですよ。そしたらだって十何年間損するわけでしょ。なく藤原氏にね、焼きそばの作り方を教わってから短い時間でね、安全確実に美味しい焼きそばを作れるようになったわけです。そこにね、お肉入れるとか卵入れるとか、そういうところまで行く余裕が生まれるんですよ。焼きそばは確実に作れるんだから、次のステップ行ってみようかなと思うわけじゃないですか。でも焼きそばを作ることに必死になってたら、そばがフライパンに焦げついたとかね、野菜に火が通ってないとか、野菜の塩コショウが足りなかったとか、塩コショウしたらそばが辛くなっちゃったとか、いつまでたっても焼きそばが作れない。私の中で一番キーポイントになったのは、美味しい野菜炒めができないことには美味しい焼きそばはできない。これはね、何をするにも通じますよね。何々をするには何々ができないと、できない。